日本代表の試合までまだ7時間ほどあるんですけれども、すでにこの列。バレーボールネーションズリーグ福岡大会、グッズ売り場には長い行列ができていました。1時間ぐらい並びました。シャツとタオルと内輪を買いました。一番好きな選手誰？誰？西田。西田すごいもんね。めっちゃ飛ぶもんね。高橋さんが大好きなのですが、かっこいすぎる選手の方が出てきてるようですよ。今誰出てきました？あ、ランク、西田選手が出てきました。あと石川選手だけです。石川選手、そうよ、メインディッシュ、本当に石川選手出てきました。目に焼き付けましためっちゃかっこよかったです。会場となる北九州市の西日本総合展示場では、大会期間中延べ3000人のスタッフが働いています。大規模なイベントを開催する際、課題となるのがフードロスの問題です。お弁当を準備するんですよね。万が一足りなかったらっていうのが一番リスクなので、絶対に多めに頼んじゃうんですよね。そうするとフードロスがものすごい量になってしまう。東京オリンピックの時にはボランティアスタッフなどに用意した弁当およそ160万食のうちおよそ30万食が廃棄処分され問題視されました。北九州市によりますと、ネーションズリーグ福岡大会ではおよそ2万食の弁当を準備する必要がありました。しかし最低でも5000食は廃棄される見込みとなっていました。弁当の廃棄によるフードロスを解決するため、スタッフにはこちらのミールチケットを配布しています。北九州市はスタッフ用の弁当を準備せず、代わりにミールチケットを配布しました。ミールチケットは会場周辺で出店しているキッチンカーのほか、アミプラザ小倉やセントシティの飲食店など70店舗で利用することができます。いろんなものを食べれるから、こっちの方がいいなというふうに思いました楽しくですよね。毎日今日どれ食べようかで食べようかとかで、地元のものも食べれるし。ミールチケットはスタッフはもちろん、協力する飲食店にも好評のようです。昨日も結構売れたんで、いや、ありがたいですね。やっぱりすごい、今フードロスってよく言われているので、すごいいいことだと思います。単純にフードロスで、廃棄ゴミを減らすっていうだけではなくて、ミールチケットを持った方々が会場の外に出て街に賑わいを作ってくれる。スポーツ大会のフードロス、これを解決することが北九州市の世界的な PR につながるんですよね。